と夏はとにかくもう調理現場もかなり暑いかなと思いますので、この揚げ調理っていうのを仕込んで行うので、暑い夏でも涼しく揚げ物調理をできるということで、ちょっとご紹介させていただきたいなと思います。お肉をカッコ A で漬け込んでいます。でカッコ A っていうのが濃い口醤油と酒になりますね。これは今日午前中に漬け込んだものになりますので、やっていきたいと思います。で丸2番、鍋でカッコ C をさっと炒めたらカッコ D を加え、一度沸騰したら梅肉を入れ合いだれを作りますということで、このお料理のイメージとしては南蛮漬けのようなイメージですね。揚げた食材をちょっとあの酸味のあるタレで和えて提供といった形になりますので、南蛮漬けでいう南蛮だれのようなこの和えだれを作ります。でカッコ C っていうのが長ネギとサラダ油を最初にこう炒めていただいて、そこにカッコ D の上白糖、濃い口醤油、お酢、酒を入れてちょっと一度沸騰させます。でここであの一気にカッコ D 入れるときにあの梅を入れてもいいかなと思うんですけども、そうするとかなり塩辛くなってしまう可能性もあるので、あの今回は一度沸騰したところに梅肉を入れて少し加熱してから火を止めたような状態になります。大体梅は塩分 15-16% のものを使っていただけると良いかなと思います。これが和えだれになりますね。これは加熱後使っていくものになります。続いて丸3番です。カッコ B を絡めホテルパンにのせますということで、カッコ B はナスになりますね。で今日はナスをですね8等分したものになりまして、だいたいこういった大きさのものを用意しております。でこれに油を絡めていくんですけども、できるだけ揚げた状態に近づけたいので、やっぱりナスって切った後に水にさらすかなと思うんですけども、そのお水が加熱の邪魔をしてしまうので、できたらこうつけていたボウルとは別のボウル用意していただいたりとか、もし水気があるようでしたらこうペーパーとかで拭いてあげると、より素揚げらしい仕上がりになりますので、できるだけ水分は取り除いてあげるようにしてください。水気を拭き取ったナスに油、サラダ油を絡めていきます。油の量はこのナスにコーティングされれば大丈夫です。で全体にサラダ油絡めましたらホテルパンにのせます。もちろんステンレスのホテルパンにオーブンシートを敷いて加熱していただいてもいいんですけども、もしテフロン加工のホテルパンをお持ちの方はこういったものの方が直で熱を伝えることができますので、より特にこう揚げ物調理だったりにはこういうテフロン加工の方がしっかりと熱を伝えることができるのでおすすめとなっております。ということで今日はこのテフロン加工のホテルパンに直置きして加熱しておきます。でこうナスを揚げたらナスのホテルパンのセットは完了です。で丸1番でご紹介したお肉に粉をまぶしていきます。今日は米粉を使っております。この粉は何でも大丈夫なんですよ。片栗粉だったりとか小麦粉でもいいんですけども、米粉の方が比べた時にカリッとしやすいなというところがあるので、今日は米粉を使っておりますので、使える方は米粉でやっていただけるのがおすすめです。ただここに米粉を入れます。でお肉の周りにまとわせるような感じで混ぜていきます、ということで粉をまぶしましたらそれをホテルパンに並べていきます。できるだけ皮面を上にしてあげるとカリッと仕上がりますね。ですのでちょっと手間はかかってしまうんですけども、こう皮面を上にして並べてください。ということでお肉並べましたのでここにオイルスプレーかけていきます。オイルスプレーっていうのがこちらになるんですけども、この中に油が入っていてスプレー状でシューッとかけられるのですごく簡単に油をかけることができます。はい、こんな感じで油しっかりとかけましたので加熱していきます。今日は丸5番のところですね、丸3番と丸4番ということでナスとお肉を同時に加熱していきます。はい、入れましたので、長いものをちょっと
ょっと10分で設定をしてお肉に合わせて加熱していきます。コンビモードの蒸気量 60%、 温度が250度で風油を3で加熱をしていきます。残り2分になったらナス取り出していこうかなと思いますので、こちらは同時に加熱をしていきます。で、加熱が終わりましたら丸6番のところですね、食材を食感等に移して丸2番の和えだれを注ぎかけます。で、こういったお料理だと冷めていく工程でかなり食材に味が染み込んでくれますので、まあ、すぐ提供ではなくて15分以上置いていただいてから提供 していただいた方がちょうどいい味付けになっているかなと思います。完成したのでお見せしていきたいと思います。まずお肉、こんな感じです。映像でも伝わると思うんですけど、かなりカリカリとカラッと仕上がってるかなと思います。ナスがこんな感じで、まあ、ちょっと焼き色もついて美味しそうに仕上がっているかなと思います。で、それを今日はちょっと食感ではなくボウルの方に移して、和えていきたいと思います。ナスを入れましたら、最初に作っていた和えだれですね、梅肉が入った和えだれを入れていきます。ただちょっと全体を少しだけ混ぜまして、でレシピにも書いてあるんですけど15分以上置いたら提供させていただきたいと思いますので、こちらのナスと鶏肉の梅肉和えは以上になります。